さあさあ、おはようございます。おはようございます。ですね、現在6時前でございます。はい、今日6月22日ですね。はい、やっと待ちに待った天皇杯の3回戦、今から宮城行ってきたいと思います。では宮城遠征の Vlog スタートです。レッツゴー。昼のバスめっちゃきつい。なんか寝ることもできひんし、今ね那須高原です。あ、じゃああとちょっと、まだまだか、あと3時間くらい。ちょっと、あ、眠った、寝れるかなってな感じで、あとちょっとバス頑張ります。仙台待ってろ。なんか何しようって感じすぎて、キックオフまでまだまだ時間あるんやけど、なんか特に買い物するしたい欲もないし、ご飯食べたい欲もなくって、ちょっと仙台駅周辺お散歩します。レッツゴー。はい、ずんだシェイクの一番小さいのってレギュラーですか？はい、レギュラー3つでございます。じゃあレギュラー1つお願いします。お客様のお控えとレシートでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのさ、仙台フォーラスに来たんやけど、歩いてる、どこにあるんやろ。なんかマップ見てもさ、全然分からへんね。デートの待ち合わせスポットらしい。フォーラス前で集合みたいな言うんだって。陸のユアスタ。駅からめっちゃ近い。すごい。めっちゃいい。あ、ここからですか。お願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、お願いします。すごい。え、めっちゃいいスタジアムですね。すごい。
ごいいいスタジアム、初上陸湯浅田。天皇杯3回戦です。思ったよりもスタジアム暑くって、半袖で全然余裕でした。とにかく暑い。今もうすぐでキーパーのアップ始まるんで、勝ちましょう。今シーズンまだ現地で負けなしなんで。ではまた。ベガルタ仙台のスタメンの中で特に注意したいなと思ってるのが26番の加藤選手。天皇杯2回戦の本田 FC との試合で自分でボール運んでミドルシュート決めきってるんで、直近のセレッソ対広島のリーグ戦でもミドルシュート決めきられてるんで、まあ、メンバー違えど個人的に警戒してる選手ではあります。はい、セレッソのスタメンはこんな感じで、なんと言っても清武選手と奥野選手がスタメンに入ってたことが自分はちょっと予想外でした。もうリーグ戦もずっと出てるんで、早い時間帯で2人を後ろに下げて交代させてあげれたらなってただただ思ってます。はい、あと岡澤選手がいつもスタメンの原川選手のポジションに入ってるんで、どこまでやってくれるんかなと楽しみな選手の一人です。今ハーフタイムなんですけど、前半なんとか 2-1。 ちょっと立ち上がりどうなるかと思ったけど、奥野選手が下がってきてくれたのと、あとなんや、あと1点目入ってから流れだいぶ変わったんで、あとあの時間帯に2点目追加点入ったことがだいぶでかい。さあ、両チーム選手がピッチに入ってまいりました。後半まもなくとなります。よし、加藤。あー、怖い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 。いいよ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 。上げさせんな、上げさせんな。あっ、はい、今日の試合、放送が全くなかったんでどんな試合やったのかっていうのをちょっとだけまとめてみたんですけど、ベガルタのフォギーニョ選手、真ん中の空いたスペース使うのがマジでうまくって、立ち上がり15分から20分くらいセレッソが1点決めきるまでマジでしんどかったです。あと嬉しかったのは、今日3得点したのがメンデス選手、ヨニッチ選手、パトリッキ選手。なんと言ってもパトリッキ選手、やっとセレッソ初ゴールなんです。よかった。ではユアスタ、ありがとうございました。では雨も降ってるので帰ります。バイバイ。いつぶりですか？
松村ゆくと会ったの。大晦日ぶりですね。あなたはいつぶりですか。ちょうど1ヶ月ぶりですね。では今試合が終わってもうすぐ日が変わる時間です。勝ったのでこのまま東京帰れます。では仙台、来月また来ます。あの今後ろに友達がいるんですけど、また来ます。お金貯めてまた来ます。ではさよなら、さよなら、バイバイ。3ヶ月後じゃないわ、2ヶ月後、再来月っていうのか、再来月やね。バイバイ、バイバイ。あとゆっくりしようね。3ヶ月後じゃない、再来月。日本語が崩れてます。じゃあね、バイバイ。マイビー、バイバイ。足バッキバキ。途中で高速サービスエリア降りようと思ってたのに降りの忘れてた。爆睡してた。サービスエリアで降りて、なんか試合のこと感想話そうと思ってたんやけど、夜行バス乗った瞬間から大爆睡してた。東京着いてまだ5時半過ぎとかなんで、家着いたらまずお風呂入って、でちょっと仮眠して、で昨日撮った動画編集して、で夕方からバイトでございます。今日も頑張ります。まあ土平日なんでね、土平日の試合に行ったからには今日頑張らないと。まあてな感じでお家帰ります。では最後までご覧いただきありがとうございました。なんでいつも乗ってる電車で間違えなあかんのやろ。いいよ。